オーバーウォッチは2016年5月24日に発売されたアクションシューティングゲーム。ブリザードエンターテイメントが開発、販売、運営を行っている。略称は O で、ロゴマークもこのイニシャルを組み合わせたものとなっている。パッケージ版は日本ではスクウェアエニックスのエクストリームエッジレーベルからプレイステーション4版のみ発売された。 ダウンロード版は PlayStation 4、Microsoft Windows、Xbox One で配信されているが、Xbox One 版のみ日本では配信されていない。2019年10月16日から、アイアンギャラクシーが移植を担当した、Nintendo Switch 版が配信される。異なるプラットフォーム間のクロスプレイには対応していない。シリーズ第2弾の、Overwatch ーー2が開発中。 未来の地球を舞台に様々な特殊能力を持つヒーローとなって6人ずつのチーム対チームで対戦するアクションシューティングゲーム。オーバーウォッチとは英語で見張る監視するを意味する多動詞だが本作品では主人公達の所属するヒーロー集団の組織名である。2019年11月時点の全世界のプレイヤー数は5000万人と発表されており、 2016年のゲームオブザイヤーを多数受賞した。エレクトロニックスポーツとしてアメリカ、ヨーロッパ、韓国、中国、日本といった国々でプロチームが結成されている。プロリーグ、オーバーウォッチリーグやワールドカップも開催されている。発売後も定期的にアップデートされ、ヒーローやステージ、ゲームモードの追加、ゲームバランスの調整が無料で行われている。 キャラクターのバックストーリーを描く一連のデジタルコミックやウェブアニメも公式サイトで公開されており、これらも合わせてオーバーウォッチユニバースを形成している。パッケージイラストにはパルスピストルを構えるトレーサーが描かれている。オーバーウォッチはいくつかのエディションが発売されているが、基本的なゲーム内容はどれも同じである。付属する特典の有無によって価格が異なる。 声優表記は英語版、日本語版。本作の登場人物のうち、プレイヤーが操作可能なものはヒーローと呼ばれる。オーバーウォッチ側だけでなく、タロンなどの悪役もヒーローと総称される。登場するヒーローは全部で32人。リスポーンポイントで別のヒーローに切り替えることが可能。役割に応じて、ナイフが多く、仲間を守る盾となる、タンク、 攻撃力が高い、ダメージ、仲間の回復や補助が得意な、サポートの3種類に分類される。タンクダメージサポートヒーローを選択して6人のチームを作る。ヒーローによって様々な能力を持っている。相手を攻撃すると敵のライフを減らすことができる。頭部に攻撃が命中すると通常よりも大きなダメージを与える、クリティカル、ヒットとなる。味方には、 ダメージのある攻撃は当たらないが、例外的に爆発するタイプの攻撃は、壁際や至近距離で使用すると、自分もダメージを受ける。逆に回復などの良い効果は、味方にのみ影響し、敵には無効。バリアも、敵の攻撃は、防ぐが、味方の攻撃は素通りする。ナイフが霊になるか、マップ内に点在する穴に落下すると死亡状態になる。 死亡状態になると一定時間を置いてリスポーン地点から復活する。この時に別のヒーローに交代することもできるが交代するとアルティメットゲージは例に戻る。試合が終了すると経験値を獲得し XP が一定値になるとレベルがアップする。レベルアップするとトレジャーボックスを入手しそこからアイテムを入手できる。一箱に四つのアイテムが ランダムで入っている。アイテムはいずれもヒーローの能力には影響しない。そのため、レベル1000の熟練プレイヤーと、始めたばかりのレベル1のプレイヤーも、全くの同じ条件でのプレイである。ヒーローダストを消費して好きなアイテムを購入することも、可能。なお、すでに持っているアイテムが再度出た場合はダストになる。期間限定イベント中でしか入手できないアイテムも一部。 存在する。ゲーム中にゲームを終了すると途中退出となりペナルティを受ける。クイックプレイのチーム構成画面ではペナルティを受けないがゲーム開始後ビクトリーまたはディフィート画面が出る前にゲームを退出した場合は敗北扱いになる上に獲得経験値が75%減少する。さらに同様の行為を繰り返した場合は 一定数のマッチを終了するまではペナルティが解除されなくなる。ライバルプレイではより厳しく適用され、チーム構成画面を含め、マッチ完了までにゲームを終了した場合はペナルティを受ける。途中退出した場合はそのゲームが終了するまでは、新しいゲームに参加できない。ただし、ネットワーク回線の不具合の可能性もあるため、1分以内に復帰した場合はペナルティが課されない。 獲得経験値が減少するだけでなく、同様の行為を繰り返した場合はゲームに参加できなくなる。同等の腕前のプレイヤー同士で6人、対6人のチームバトルを行う。1チーム内では、同じヒーローは使えず、タンク、ダメージ、サポートは、それぞれ1チーム2人ずつとなる。エントリー時には、自分の希望するロールにチェックを入れて待つことになる。 マップはランダムで決定し、基本ルールのアサルト、エスコート、ハイブリッド、コントロールの4種類で試合を行う。マップによってゲームの勝利条件が違っている。オブジェクトやエリアの取り合いが重要になり、単純にキル数を競うルールではない。特殊ルールで戦うカジュアルなモード。キャプチャー・ザ・フラッグ、エリミネーション、ミステリーヒーロー、トータル・メイヘム。 ノーリミット、デスマッチなど期間限定バトルを含む複数のゲームルールから数種類が日ごと、週ごとに入れ替わる。期間限定モードプレイヤーレベルが25になると解放されるモード。6対6でアサルト、エスコート、ハイブリッド、コントロールの4種類のバトルのいずれかを行う。他のゲームでのランクマッチに相当する競技用モードで、 公式大会などでもこのルールが使用される。新キャラクターや新マップなどは、プレイヤーの間で戦略を検討する時間が必要があるという理由から、他のモードよりも遅れて実装される。1チームのロールが2、2、2固定のロール級と無制限のオープン級の2つのモードがある。クイックプレイなど他のモードでは1ラウンドで、 終了するが、ライバルプレイでは攻撃サイドと防御サイドで最低でも2ラウンドがセットで行われ、マッチの途中で退出すると、ペナルティを受ける。選択されるマップはランダムだが、シーズンごとに利用可能なマップが変更される。まずは、スキル認定マッチを行う。スキル認定マッチの後、プレイヤーのスキルレートが1から5000までの間で決定する。これに応じて、ブロンズ。 シルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンド、マスター、グランドマスターの7つのティアに分けられる。SR は勝つと増加、負けると減少する。レートはロールごとに認定される。スキルレートに差がありすぎるとグループを組んでライバルプレイに参加できない。シーズン終了時にスキルランクに応じて報酬のライバルダストが獲得できる。ライバルダストは武器を ゴールデンカラーにするために使用できる。1シーズンは2ヶ月間。ルールを自由に設定してプレイできるモード。使用するマップ、ヒーローの使用制限、ライフやアビリティのクールダウン時間や威力、使用できるスキルなどを細かく設定できる。操作キャラクターを AI にすることも可能。また、フレンドを招待することも可能。すでに誰かが作成した。 オリジナルルールのルームを検索して参加することもできる。開発チームが提案した新しいゲーム環境のテスト用モード。2020年2月から実装された。常設ではなく、不定期に実施される。ヒーローごとの細部のバランス調整の時もあれば、ゲームシステムの変更が入る時もある。例えば、トリプルダメージでは1タンク、3ダメージにサポートという構成になり、 その代わりタンクの性能が向上している。練習用のモード。未来世界の世界各地が舞台となっている。オムニックと呼ばれるロボットやサイボーグが存在する。発売日時点でのマップは全部で12種類だったが、発売後に14種類が追加されて、合計26種類になった。コントロール用マップは、マップ中央に目標エリアがある。チャプチャーザ・フラッグでも使用されるが、 その場合は若干構成が変更されている。また、ゲームブラウザーでのカスタムマッチではエリミネーションでも使用可能。エリミネーション用のアリーナマップはどれも狭く、戦闘が発生しやすくなっている。チームデスマッチでも使用される。2013年に開発開始。ジェフ・キャプランはそれまで、タイタンという MMORPG を開発していたが、諸事情で開発中止になった。 キャプランを筆頭とするタイタンの開発スタッフはこの失敗を認めつつも新しいプロジェクトに取り組むことにした。従来のブリザードはファンタジー世界を舞台にすることが多かったがファンタジーはやり尽くしたと考えたことから今回は未来の地球を舞台にすることにした。キャプランはこの新しいゲームでチームワークを重視し誰でもヒーローになれるゲームを目指した。 キャラクターデザインは多様性を重視し、マッチョで力強いラインハルト、美女のシンメトラなど世界各国の老若男女がデザインされ、自分のやりたいヒーローが見つかるように工夫されている。キャラクターデザイナーのアーノルド・チャンは、うどんエンターテインメントでカプコンと仕事をしたこともあり、ストリートファイターシリーズの影響を受けている。開発スタッフは、ブリザードのベテランのスタッフに加え、 同社初の FPS ということで他社で、ダークフォース、メダルオブオーナー、バイオショックインフィニットといったゲームを制作したスタッフを雇用している。また、PC 版と PS4 版と同時に発売するという、これもブリザードにとっては初めての経験から、同じアクティビジョンブリザードグループで、コールオブデューティシリーズの制作チームもサポートに入ったり、意見交換を行ったりしている。 開発スタッフは2人、対2人から12対12まで様々な人数での対戦環境でテストを行った結果、チームプレイが行いやすく、初心者と熟練者の腕の差が出にくい人数として6人、対6人が最適だと考えられた。当初は、オブジェクティブルールの4モードだけだったが、アーケードモードを実装したことで、エリミネーション、キャプチャーザ・フラッグ、 テスマッチといったモードが追加されるようになった。オーバーウォッチはチーム対戦型のアクションシューティングというゲームジャンルのためゲーム内ではストーリーは匂わす程度にしている。そしてアニメーションや漫画といったメディアで定期的にストーリーを発信している。オーバーウォッチの登場キャラクターの過去を描いた短編アニメーションが公式サイトや YouTube のスクウェア,アイニックスチャンネルで公開されている。 2016年4月より、オーバーウォッチの各ヒーローの活躍を描く短編デジタルコミックが公開される。書籍化され、オーバーウォッチアンソロジーというタイトルで一巻が発売されている。また、ゲーム版の30年前のオーバーウォッチ初期のエピソード、オムニッククライシスを描く、グラフィックノベル、オーバーウォッチファーストストライクが2016年後半に発表予定とされていたが、 ストーリーの変更により中止された。ケロックのシリアル、ルシオーズ、グッドスマイルカンパニーのフィギュア、フィグマ、ネンドロイド、レゴ、ハズブロのトイガン、ナーフなど各種グッズが販売されている。週刊ファミ通ゲームジャンル別総選挙本作のプレイヤーが操作方法を細かくカスタマイズできるようになっており、例えば片手で同時に、照準合わせと攻撃を苦手とする場合は、 照順を合わせる動作を切り替え式にして攻撃をもう片方の手でできるようにすることができる。この機能について脳性麻痺を患うプレイヤーは自分は障害のせいでスナイパーキャラクターを使うことができなかったがこの機能のおかげでスナイパーキャラクターによるヘッドショットを成功させることができたと称賛している。2016年3月3日あるユーザーから プレイヤーキャラクターの一人であるトレーサーの勝利ポーズが不必要なまでのセックスアピールをしているという指摘があり、本作のコミュニティが騒然となった。この時のトレーサー勝利ポーズは一見すると後ろ向きに立って顔だけ振り返るように見えるが、全部にコスチュームが食い込んでいる様子が描写されていた。指摘したユーザーはトレーサーのデザインや個性を評価しつつも、 勝利ポーズは勇敢で、天真爛漫なトレーサーの性格にそぐわないだけでなく、彼女を無個性なセックスシンボルに貶めているので、ディーバや、微動メーカーなどは、キャラクターの個性を示すために性的要素が、ほのめかされているとして問題視しなかった。本作の監督であるジェフリー・キャプランはこのポーズについて、謝罪し、我々は誰かを不愉快に思わせたり、誰かに、不当な評価を下したり、 誰かに誤解されていると感じさせるようなことを望んでいません。と述べ、ブリザード側もポーズを変更する意向を明らかにした。この決定はゲームコミュニティ内で賛否両論を呼び、ブリザードは創造的なゲームを作るのをやめたのではないか、たった一人の怒った人をなだめるために自主規制をしたのではないかといった意見が多く上がった。一方、ブリザードが コミュニティの意見を聞き入れたことやキャラクターの個性を尊重した上でキャラクター作りをする姿勢を評価する意見もあった。その後キャプランは問題のポーズが制作人の間で評判が良くなかったため変えようかと話し合っていたことを明かした。4月に入ってからトレーサーの勝利ポーズが差し替えられたが背を向けるという構図はそのままだった。一部ゲームメディアは 昔のセミヌードピンアップのようだと評した。ありがとうございます。